暖かい、ちょっと暑すぎない、ちょっと暑すぎるから冷ましとこう。ちょっとこの湯気見えますでしょうか。おはようございます。さあ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 15分ごろぐらい終わります。本当に乾燥がやばいね。今さっき起きました。前髪はこんなもんでいいでしょ。おはようございます。皆さん、朝ですよ。今日はマスクをしてるのでメイクはしなくていいけど、まつげだけあげます。今さっき起きました。それは驚きの今起きたの、それとも、じゃあ呆れではないか。だってまだ7時半、8時、まだ8時だよ。今日も一日中お稽古です。朝ごはんはね、食べてないの。お腹が空いてないです。そうなんどす、お腹が空いてないんどすよ。こうやって流した髪やってみたいな。けどそのためには前髪を伸ばさないと。にょん、おはようございます。お稽古があると思うので、あると思うし、あるので、頑張ります。しもさん、イエースタンプありがとうございます。今日33歳です。ああ、めとでもハーフコさん、くもありがとうございます。ありがとうございます。
まつげだけやろうかなみたいな。うん。じゃあ私無印のこの鏡買ったんですけど、もう角度がなんか絶妙すぎて斜め下からしか見えないっていうこの角度なんですよね。うん、これはどうにかしてほしい。言って畳の SRI を探すが誰か分かってくれてますか？誰か分かってくれますか？角度、そう、これがあのこれが通常であり角度を変えることができないんですよね。まあ逆にもう面白い商品として、頑張ります。お稽古何回かか調節できないの。オンリーオンリーこれオンリーなのだからちょっと困ってますね。ピーン、なついちゃった。おはよう、おはよう。ショールーム見出して1年近く経つけどよく見に来てくれる人が覚えてる。え、私めっちゃあのね SNS の中で一番ショールームを見に来てくださる方を覚えてる。やっぱそれ毎日ね見ますし、だからショールームでいつも来てくださったりいつもコメントしてくださってて、であのっていう方がお話し会とか来てくださって、あの方かっていう、あの顔と名前の一致がねできるんですよ。でももちろんあのインスタとかも見てますし、見てますけれど、ちなみに俺はもう知ってるよ知ってるよと言って、うんうんうん、芋のお店に行こうとしたら人の多さと方向地にたどり着けません。そんなことある？ちょっと地図をゆっくり見てください。男女の方は特に覚える、男女の方はね、なんで覚えるかというと声に出して読むからね、そのランキングのあれを。そう、私声に出して覚えるっていうアウトプットがねすごくインプットに大事なのでゆえさん、花束 MT するなさん、ゆき、いっちゃうさん、くま、ゆえさん、花束、しんこさん、イエイスタンプ、ハーフくんさん、くま、月太郎さん、花束、友近でさん、バラ、デスカルさん、イエイスタンプ、ゆえさん、ファイトスタンプ、フロストさん、イエイスタンプ、ありがとうございます。覚えてもらえるの頑張ろう。あ、もう覚えてるよ。だから覚えてるよ。だから覚えてるよ。なんならもう顔も映してるよ。あとね、全 SNS を同じ名前にしてる方は、あ、
あってつながりやすいから。ミサのアバター何の果実、これな感じですよね。スマイリー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 です。ありがとう、仕事頑張れるわよかったや。いやマジで認知してるみんなのこと。よし、てか15分ってことは52とかから始めたからな。55から始めたっけ。覚えられないのに気をつけよう。覚えよう、絶対覚えよう。兄さんスピだよー。ハフクさん、あれ、ゆき、ルーちゃん、かちゅうさん、イエスタンプありがとうございます。お話し会だけでしか見たことなくて、リアルとかであの方かなとか分かったけど、あ、お話もうね、ほぼ一緒よ。みんなあの見た感じと、だから分かるよ。5分、あと3分ほど。なるほどね。Thank you。まつげを描いていく。前髪流しスタイルにしてみたいな、横流し。最近ナギが斜めに流してたんですけど、いつかもうめっちゃいいって言ってた、めっちゃ楽って言ってたから、いいな。沖間沙耶さん、イエスタンプありがとうございます。イーグルイーグルさん、ハートありがとうございます。結婚しよう、愛してるお話し会参加してみたいけど緊張した方法ありますか。え、あのね、一番は私はあのイメトレ大事、本当にめっちゃイメトレします。て、いっちゃんさん、ブラボースタンプありがとうございます。さあさん、イエイスタンプありがとうございます。ちょっと温かいお茶でもいただきますか。あっちいな、まだあっちかったし、もうやばい、こんな時間じゃん。全然あっちいじゃん。イメトレはマジで大事ですね。アイライナーって私嫌いなんですよね。なぜならすぐ取れるし、取れるっていうか、ナチュラルメイクにしていこうかな。人を覚える記憶力が良さそうで、確かにそれはあるかもしれない。勉強はできないけど、人の名前とかを一致させるのは得意かも。割とこれでアイライナーシロップ出ます。
だからメイクめんどい？え、めんどい、めっちゃめんどい。私メイク嫌なんですよ。あとなんか実は顔にね何かが乗るというのは本当に嫌で、だから私ちっちゃい頃、まあ小4ぐらいからダンスをずっとしてるんですけど、やっぱダンスをすると何て言うんだろう、うん、なんかキラキラとかつけるじゃないですか、つけるんですよ、ダンスの発表会とかって。これはもうね嫌でしたね。もう妹はキラキラで言ってましたけど、そう、私はちょっと控えめにしてましたね。コンタクト入れるだけでも面倒に、いやコンタクトって面倒よね、わかる、本当にわかる。もう裸眼さえ良ければと何度思ったことかですよね、本当にそうですよ。だから大人になったらもうちょっとお金を貯めたらレーシックとかなんか、まあそういう最先端医療をやりたいですね。ちょっと乱視ですか？めっちゃ乱視なんですよ、見事に。だから嫌なんですよね、本当に。調子悪い時、目が疲れてる時かなは、月が2つに見える、超ちゃんと。もうなんかうっすらこうなってんなじゃなくて、ほんと2つに見えるの。怖いわ、ほんと。あら10分だわ、いけない、10分だわ。お嬢様そろそろお支度の準備を。ピーピーピー、マスカラがなくなってきたよ。だから本当毎日メイクしていったりとかさ、毎日なんて言うんだろう、毎日さ会社にこうメイクして行かれる方とかいらっしゃるじゃないですか。いや本当すごいと思うんだよね。本当にすごいと思う。だって毎日さやってるわけでしょ、これを。ほんとすごいと思います。しかも私らより多分ね、朝も毎日早いと思いますし、7時半でとか8時でとか、ね、本当に尊敬する、マジで結構リアルに尊敬する。福ちゃんなのでキラキラは使いません。まあ、こんな感じでいいんじゃない、適当 is best 適当 is best。だからすごいですよ、毎日メイクしてる女の子と。
Yes, okay. でもね、メイクちょっと目元しかしてないの今日。しかもほぼもう5、6分メイク。さあ、私はこれから洗浄に行ってまいる。私、吉田カレンからもらったリップどこに行ったんだろう。どっかに入れたはずなんだけど。よし、それでは皆さん、ラッキー買いますよ。13位ハーフくん、あ、違う、ハーフくんさん、サッカーボールありがとうございます。ヒデさん、レインボースター、下北さん、レインボースター、月太郎さん、エナドリーみたいです。シノさん、イエスタンプありがとうございます。はい、13位、ジェリングさん、12位、ミキズ、アナさん、11位、ヒデオさん、10位牛丸さん、9位オムライスさん、8位サーさん、7位マジカナバナナさん、6位和田さん、5位しもちゃんさん、4位つむじかぜさん、3位フロストさん、2位ハーフくんさん、1位いっちゃさんでした。ということで本日も頑張っていきましょう。1462人の皆さん、こんな朝早くからありがとうございました。さよなら、バイバーイ。